母の四十九日まで。私が中学生の時の話です。受験の真っ只中の時期に、母がもまっか出血で入院。そのまま亡くなってしまいました。その日の夜、最後に家族みんなで一緒に寝よう。 姉が提案し、母を囲んで布団を敷き、思い出話をしていました。夜が明ける少し前、仏間の隣にある父と母の寝室から、ごとと物音がしました。結構大きな物音だったので、私が様子を見に寝室に行くと、 ダンスの上に置いていたアルバムの入った箱が落ちていたらしい。その中から写真が一枚飛び出していました。ちょうど私たちが思い出話をしていた旅行先の写真。裏を見ると、ママンの字で、ありがとう。私は幸せ者だわ。 と書かれていました。私は泣きながら父と姉に報告。ちゃっかり会話に参加してたんだな。でも、これ、いつ書いたんだつい最近写真を整理した時には、書いていなかったんだが。と、父がぽつりと言いました。 心霊じゃないかもだけど、今でも不思議で仕方がない体験です。この話にはまだ続きがあるんです。母の仮想から四十九日の間、不思議なことがたびたびありました。仮想の前夜、 父の喪服のネクタイがしまってあるタンスが開いていたり、仏間に置いていた母の好物のお菓子が、家族親戚一同手をつけていないのに、封が開いて量がちょっと減っていたり。私の高校受験当日には、母がいつ買ったのか、合格祈願のお守りが、 今の床に落ちていたり、母が書きためた料理のレシピノートが出てきたり。でも、四十九日を過ぎてからは、ぱったり不思議な出来事は起こらなくなりました。ほら、ネクタイ、ここにあるわよ。お守り買ったんだから、持って行って。お父さんのために、 美味しい料理作りなさいよ。と、母の声が聞こえてきそうな出来事ばかりでした。ママン、とても心配性だったから、最後まで私たち家族の面倒を見てくれたのかな。心配させてしまって、ごめんね。母の四十九日まで。 同い年の父。今まで誰に言っても信じてもらえなかった話だけど、俺は27歳の時、自分と同い年の親父と話をしたことがある。親父は、俺が4歳の時に死んだんだが、 俺が東京から実家に帰る途中の田舎の駅で乗り継ぎを待っていると、隣に座る同い年ぐらいの作業服を着た青年。誰もいない夜の駅で気持ち悪かったのもあって、くだらないことを話した。お互いマヨネーズが大好きなマヨラーで意気投合した。同い年だった。 俺は病気なのに、子供作って大変なんだ。とも言っていた。いろいろなことを話し、俺の仕事を言うとニヤッとして、すごいな。と嬉しそうに言っていた。そして、そうか。よかった。立派な大人なんだな。まるまるも。 言っていなかった、俺の名前。なんで知ってんだと聞くと、忘れるもんか。俺がつけた名前だ。俺の名前は〇〇。お前の父親だよ。と言って、電車が来るのと同時に消えた。 実家に帰るとたまたま親父の命日だったらしく、お袋が親父が好きだったほうれん草のマヨネーズあえを備えていた。そういえばあの時、マヨネーズとほうれん草がうまい。と言っていた。本当に好きだったんだ。 同い年の父。核の頭に歩を打て。先週、親父と将棋を指した。欲しい本題をかけての勝負だけに負けられない一戦だった。俺は、 親父から将棋を教わった。当然親父の方が強い。実力にはかなりの差がある。この時は珍しく中盤まであまり差がつかずに進んだ。俺の次の一手が勝敗を分ける。調行している俺。余裕でお茶を飲む親父。 この時、初めて気がついた。親父の肩のあたりに、見知らぬおじいさんがいる。俺はおじいさんと目が合う。親父はおじいさんに気がついていない。というか、おじいさん、体透けてるよ。人間じゃねえ。 幽霊だ。間違いねえ。思わず声を上げそうになったその時、おじいさんが駒台と盤上を交互に指さす。俺は怖いのも忘れて、必死に理解に努める。あ、核の頭に歩を打て、そういうことか。わかったぜ。 誰だかわからんが、サンキュー。恐怖も忘れて、おじいさんに感謝。その一手が決め手になり、綺麗に寄せて、俺の勝ち。久しぶりに勝ったぜ。対局が終わった後、気になっていることを聞いてみた。親父、見知らぬおじいさんに、 取りかかれてないかい。親父は笑いながら言った。俺も親父から将棋を習ったが、一回も勝てなかったな。俺の祖父は、父が若い頃に亡くなった。兄たちとは年の離れた父は、祖父と過ごした時間が少なかったらしい。 そのせいか、祖父も親父が心配なようで、時々このようなことがあったそうだ。まあ今回は会うことのできなかった孫に力を貸してくれたようだが、祖父の写真も見たことがないから、あれが霊か、それとも幻覚かはわからない。確認しようとも思わない。 ただ一言言いたい幽霊は必ずしも怖いものではないということ核の頭に歩を打て「てはいどうも」。 家族にまつわる不思議な話、その8をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ゾウと申します。今回、将棋の話が出てきましたけど、皆さん、まあ、男の子だけだと思いますけど、小学校の時期に一瞬将棋って流行りませんでしたうちっていうか、まあ、僕がまあそうやったんで、駒の動かし方はわかるんですけど、穴熊とか、 棒銀とかそういう戦法は僕全然わからないですね。未だに角とか飛車を特攻させているだけなのでまあ多分分かった方が面白いんでしょうけどなかなか将棋とか囲碁とかチェスとかやってくれる相手もいないんでまあ動かせるレベルって感じですね。絶対動かせた方がかっこいいですよね。まあ全然関係ないですけどちなみに好きな駒はナイトと桂馬です。 ああいうね、ちょっと突飛な動きするっていうコマがまあ、やっぱり好きですね。っていうか、オタクは全員好きな気がする、ああいう変なやつ。なんか昔だったらそれこそ、父親と囲碁とか、将棋とかをやって、勝てなかったはずの父親に勝って、自分の成長を、まあ、認めるみたいなところがあったの、かな、と勝手に妄想してるんですけど、現代だったらそういう、 父親越えってどうやってやるんですかねどっかのタイミングで息子は父親を越えないといけないと思うんですけど、そういう儀式みたいなものが今ないですもんね。ちなみにうちは小学校5年生ぐらいでも父親の身長は抜いたんで、もういいやっていうふうに思ってます。えー、それでは家族にまつわる不思議な話、その九でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。 ほなほな最後までご視聴いただきましてありがとうございます登録者数が、えー、キりのいい数字になりましたらゾウが体験したもしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っておりますよろしければチャンネル登録ツイッターの登録等よろしくお願いいたします ほなほな